J フロントリテイリング大丸松坂屋百貨店、松坂屋、歌川広重松坂屋は J フロントリテイリンググループの大丸松坂屋百貨店が運営する日本の百貨店である。また、株式会社松坂屋は2010年2月28日までこれを運営していた企業である。松坂屋は5表記、東海地方を本拠点とし、 とりわけ名古屋市では今なお有力な百貨店の一つである。五福店を起源とする老舗百貨店であり、名古屋最大の繁華街である栄に本店を置く。イメージフラワーはカトレ屋で、キャッチフレーズは生活と文化を結ぶ松坂屋である。三越や高島屋などをしのぎ、日本一の売り上げを誇る百貨店であった時期も存在する。 現在の三菱 UFJ 銀行の前身の一つで、ある伊藤銀行や名古屋の帝国ホテルと呼ばれた名古屋観光ホテル、名古屋商工会議所など各企業、団体の設立にも関連した近代の名古屋における有名企業である。業界他社に先駆けてエレベーターがある制服の完全要素化を取り入れた。地元市民の高齢層では松坂屋のことを 伊藤様と呼ぶ人もいるほど、愛知県では、他によりも松坂屋が格上の百貨店であるという認識が非常に強く、松坂屋の外商部と取引があることが一種のステータスとみなされる場合もある。2005年から2006年にかけて有料資産に目をつけた村上ファンドが松坂屋の大株主となり、一時経営を揺さぶられた。そのため、 機動的かつ柔軟な経営判断ができる体制を構築するとともに、グループ各社の再産性と事業責任の明確化を図ることを目的として、株式移転により、株式会社、松坂屋ホールディングスを設立し、純粋持ち株会社体制へ移行した。しかし、そして、松坂屋 HD 発足から1年足らずの2007年9月3日に、 関西を拠点とする大丸との経営統合を発表。共同持ち株会社 J フロントリテイリング株式会社が設立されると、松坂屋 HD は JFR に九州合併され、役目を終えることとなった。2010年3月1日に松坂屋を存続会社として大丸を九州合併し、株式会社大丸松坂屋百貨店が発足した。2010年に 百貨店開業から数えて100周年、2011年に伊藤五福店創業から数えて400周年を迎えた。松坂屋、東京上野小江葉垣松坂屋名古屋1934年の広告。モデルは黒田清と忍節小三重県にある松坂市と混同して、しばしば松坂屋とご表記される。また、マークが、 松坂商人の三井家の家紋と告示していることも一因である。もともとこの百貨店の屋号は創業者伊藤蘭丸誘導の名字から取った伊藤屋であった。この伊藤蘭丸誘導の祖先は織田信長の故障をしていたとされる。伊藤丸と呼ばれるマークは丸の中にいげたと等を描いたもので伊藤で伊藤を表している。松坂屋のそもそもの由来は 1707年に伊勢松坂出身の商人、大谷平が今日の上の天の前身となる古福店を開業、自分の出身地名から松坂屋と名付けたことによるもの。当時の松坂は木綿の主要な供給地で古福の原料として縁があったわけである。1767年、伊藤屋が松坂屋を買収した際、江戸の屋号はそのまま松坂屋を使用したが、 これはすでに、江戸市中に、松坂屋の名前が知れ渡っていたため、本来の伊藤屋に変更するよりも、得策と判断したからである。大阪進出の際も、同様の理由により買収した、恵比寿屋をそのまま使用したが、全店舗で屋号を統一することとなった際に、全国チェーンを睨んだ結果、東京で使用されてきた松坂屋が採用されることとなり、現在に至る。 第二次世界大戦後会社の命運を分ける二つのお家騒動が勃発した。最初のお家騒動は1980年に当時社長であった伊藤鈴三郎が兄にあたる16代伊藤次郎財門会長と鈴木正夫の共謀により解任させられた宮廷革命と称されるものである。これは伊藤鈴三郎体制下による拡大路線の反動で発生した。 札幌松坂屋の失敗や業績がかんばしくなかった横浜野沢屋の救済で本体の悪影響を及ぼしたという点が表向きの理由ではあるが16代次郎さ、江門の会長が息子の伊藤洋太郎にいち早く後継者とした意図に鈴木正夫が乗ったことが定説である。第二のお家騒動は宮廷革命と同様に鈴木正夫によるものであった。 1985年4月、名古屋の松坂屋本店で開かれた臨時取締役会で、16代伊藤次郎財門会長の死去によりわずか3ヶ月前に、副社長から会長に就任したばかりの鈴木正夫が、社長に収まり、松坂屋創業以来370年余りの歴史の中で起こり得なかった、創業家の伊藤陽太郎社長が代表権のない会長に棚上げされる人事が、 電撃的に決まる。鈴木本人は、私は工作などしていない。皆に押されたと否定したが、副審の役員らと連携し自らが実権を握る、事実上のクーデターであり、松坂屋のお家騒動として、全国的に注目された。その後も1991年に再度、会長就任、1993年から相談役と、鈴木は実権を握り続けるが、 1997年11月、総会屋への利益共有事件で辞任する。名古屋店、北立健太リニューアル前名古屋店、本館名古屋店、本館大津通り側から、名古屋店、南館名古屋店新、南館淀橋カメラのロゴも平トヨタ店上野店1920年代以末の、上野松坂屋静岡店高槻店銀座店。向かって、右側に、 大丸との経営統合を知らせる、懸垂幕がかけられた名古屋駅店岡崎店、大阪店松坂屋大阪店松坂屋京都仕入れ店、横浜松坂屋松坂屋百貨公司パリ松坂屋、ロサンゼルス松坂屋、サンフランシスコ松坂屋松坂屋名古屋店、南館7階にある美術館。1991年、南館のオープンに伴い開館した。所蔵品は保有していないが、 国内外の様々なジャンルの展覧会を開催している。また、同フロアには松坂屋資料室があり、こちらは松坂屋の歴史に関する展覧会を開催している。ありがとうございます。